はいどうも、男ジャニオタの菊池と申します。さあ今やね、もうジャニー・ジュニアのグループがもうたくさんある、まあ、今のジュニア環境なんですが、まあ言えばジャニーズ戦国時代って言われてますよね。まあ、どこがデビューしてもおかしくないっていうぐらいの活躍ぶりで、まあ、今回はですね、その10年前、2010年のジュニア環境はどんな感じだったのか、まあ、それについてね語りたいなと思います。はい、ではまずめちゃくちゃ人気あったグループですね。もうほぼほぼ前のポジションにいたグループがこちら、B.I. シャドウですね。もう皆さんもねご存知だと思うんですが、まあ本当にね、伝説のグループって言われてまして、まあ、メンバーがねもうまず豪華で、セクシーゾーンの中島健人くん、菊池風磨くん、ほんでストーンズの松村北斗くん、高知優吾くんっていうね、もう今考えたらモンスターグループですよね。まあ、何がすごいかってジュニア流れに CD デビューしたりとか、まあ、紅白出たりとか、まあ、活躍ぶりがもう当時のねジュニア環境流れにめちゃくちゃすごかったんですよね。もう今みたいにそんなメディアに出るような環境じゃなかったんで、まあ、それでもドラマ出たりとか、で紅白出たりとかしてたんで、まあすごい勢いでしたね。まあ、またね、全員がデビュー組になったってことなんで、まあ、ぜひカウントダウンライブとかで、まあ、復活してほしいなと思いますね。はい、まあ、この4人が主に前のポジションにいた、まあ、存在でしたね。ほんで続いてがヒップホップジャンプ、まあ、このグループが今のストーンズのジェシー君、ほんで田中樹君が、所属していたグループですね。まあ、これが何が面白いかって言いますと、まあ、10年前はね、今でこそストーンズのセンター張ってるジェシー君が後ろのポジションだったんですよね。もう今じゃ本当考えられないんですけど、当時はそうだったんですね。まあ、ジュリ君ともう一人ね辞めちゃった子なんですけど、その2人が新名を組んでて、まあ、その後ろでジェシー君同じグループなんですけど踊ってるっていうね、まあ今見たらすごいなんか新しい感じで面白いかもしれないですね。まあ、やっぱジュリ君当時からラップしてて、まあ、ラップが強みのグループでした。はい、続いてですね、こちら、ミススノーマン。はい、もう名前をね見たら分かるように、まあ言うたらスノーマンの始まりって言ってもいいグループなんですよね。まあ、元々おった6人プラス、後のヌーンボーイズになる2人ですね、いいとも青年隊の方になる2人を合わせたこちら8人で活動してたグループです。まあ、当時からねアクロバットを武器にしてて、でまたねその6人もともとは6人ですね、光くんとかフッカとかが後ろのポジションで、メインを張ってたのがこの後のヌーンボーイズになる2人なんで、まあ後ろのポジションだったんですよね、6人も。だから最近ねこの6人がデビューできたということで、まあ、このミススノーマン自体を知っている人からしたら本当良かったなって気持ちがすごかったかもしれないですね。うん、まあ僕も思いましたからね、よく頑張ったなって。はい、まあ、ぜひね最近スノーマン知った方はこのミススノーマン時代見たら面白いかもしれないですね。はい、続いてが京本ライン。はい、こちらがですね、まあ名前見たら分かるように京本大我くんが入ってたユニットなんですけど、まあ、これが公式名じゃないんですよね、非公式ユニット名でファンの方がつけた名前で、まあ、それが浸透していたって感じですね。だから、まあ、正式なグループ名はないんですけども、ファンの方からは、まあ、京本ラインって言われてました。まあ、最終的にはね9人ぐらいおったんですけども、まあ、大我くんがセンターで歌を歌っているというグループですね。はい、続いてこちらスノープリンス合唱団。はい、もうここ結構有名かもしれないですね。まあ、ストーンズの森本慎太郎くんがセンターを張ってたグループで、で周りのねこのちびっこジュニアの中には今のハイハイゼッツの橋本涼くんとか井上瑞稀くん、ほんで今のセブンメン侍の、中村玲也くんもおったりして、まあちびっこジュニアながらにめちゃめちゃベテランがおるっていうね、まあ、面白いグループなんですよね。まあ、このスノープリンス合唱団もねもうなかなかすごくて、まあ、まず慎太郎くんがねもうジュニアながらに映画の主演をすると、ほんでその、主題歌もこのスノープリンス合唱団が歌って CD デビューも果たしてるんですよね。でなおかつその年に、紅白にも出るっていうね。はい、まあなかなか当時のまあフレッシュジュニアながらにすごい良かったですね、活躍ぶりっていうのが。はい、懐かしいですね。ほんで、2010年の最後の方に作られたグループなんですけども、まあ、総勢50人ぐらいおったグループですね、ジャパニーズハイっていう。まあ、こちらがセクシーゾーンの佐藤勝利くん、松島聡くん、マリウスくん、ほんであとは、目黒くんとかスノーマンのね、で今の宇宙6の原くんとかもめちゃくちゃおったグループなんですよ。であとはキンプリのねあのジグヨコンビもいましたし、まあその辺のジュニアの子たちが、まあ当時フレッシュジュニアとして活動してて、まあ、すぐに組まれたグループですね。まあ知らん間にね自然消滅したんですけど、まあ今考えたメンバー豪華ですよね。まあ50人ぐらいおったわけなんですけども、そこからデビュー組がどんどん出ていってるんで、はい、
まあ、すごいグループでしたね。はい、でですね、今でいう、まあ、兄組ポジションですね、まあ、スノーマン、ストーンズ、トラビスジャパン、この3組が兄組って言われてたんですけど、まあ、当時そのポジションにおったのが今デビューしているキスマイフット2と ABCG っていうね、まあ、あのキスマイが2011年デビューして、 ABCG が2012年なんで、まあ、当時はまだジュニアグループだったんですよね。はい、まあ、懐かしいなと思いますよね。まあ、お互いがね、その切磋琢磨し合ってライバルグループ同士だったんで、見たらスノストの原型って言ってもいいかもしれないですね。で今やね、スノストが歌っているそのデイブレイカーも、当時はエビキス、この2組が歌ってたんで、まあ、本当引き継がれてるんやろなって今考えて思いますね。はい、まあ、当時からしたら本当ね、もうデビューできてよかったなっていう気持ちは強かったですね、この2組も。はい、以上がですね、当時の2010年頃の、まあ、ジャニージュニア環境だったんですけども、まあ、関西もねなかなか面白くて、現ジャニーズ WEST のメンバーが、まあ、ジュニアを引っ張っているって感じでしたね。桐山くんと中間くんのバットがあったりとかで、浜田くんが入ってた、まあ、ボーイズっていうねグループがあったんですけども、あとは、残りの4人ですねがセブンウエストっていうグループ組んでて、まあ、当時からね漢字っていうのはめちゃめちゃ人気あったんですけどね。はい、ほんでまあ今考えたら、今ね見ていってストーンズのメンバーが結構バラバラでしたよね。まあ、そっからねよりすぐりで集められてこのストーンズってできたんで、まあ、なかなかすごいやっぱりグループだなと思いますよね。でスノーマンも逆にそのずっとミススノーマンとしてね活動してて、同じメンバーでまあメンバー抜けたり、ほんで次6人になって、ほんで次最終的に3人入って CD デビューというね、まあ結構物語とかも分かってくるんで、まあこの10年間の間にそれぞれのグループがいろいろあったなっていう、まあちょっと感動しますよね、こう見返しすると。はい、まあだからね、まあもしかするとネットとか調べた2010年頃の少クラとか探してあるかもしれないんで、まあ、興味持った方はねぜひ見てほしいなと思いますね。ぜひ皆さんの意見とかもお聞かせください。はい、本日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントぜひお願いいたします。